どうも、面白ひげメガネです。今日はですね、去年の12月に発売されましたビーズのフレンズ3の、ある程度聞き込んだ上での感想でございます。ね、以前ですね、このフレンズ3が発売される前の段階で、まあ、一度も聞いていない段階での感想の動画と、それから一度聞いた段階での感想の動画っていうのを上げさせていただいたんですけれども、ここまである程度聞き込ませていただきまして、一度聞いた段階からまあちょっと印象が変わっている部分と変わっていない部分がいろいろありますので、そのまあ実態がちょっとある程度見えてきたっていうところがあるので、今の段階での感想を改めて語らせていただこうと思っております。まあ、こちらフレンズ3でございますけれども、まあ、一応ね、僕もちょっとネットのね、いろんな感想とかそういったものをちょっと見させていただいたりもしたんですけど、そういう感想で、まあ、ちらほら見えるのがちょっとこう今回はあまりインパクトが弱いみたいな、なんかそういったことをおっしゃられてる方が結構いて、それはね、確かにね、一回聞いた段階だとね、僕もね同じことを思いました。このガツンとくる何かがあったかなっつったら、そういうのはねやっぱなかったですね。細かいところで部分部分、あ、ここいいなって思うところはあったりはしたんですけど、まあ、それこそね、まあ、フレンズ2とか、あのインパクトに比べると、そこまでこうねパンチがあったかっていうと、まあそれはね音楽性的にもしょうがないとは思うんですけど、今回もしかしたらなかなか渋いかもしれないぞと、そういったちょっと一抹の不安を感じたというのも事実だったんですね。なんですけど、まあ、ここまでね発売されてから2ヶ月ぐらい経ちますけど、ここまで聞き込ませていただきまして、あのね、このアルバムはね、確かにその一発のパンチ力はそんなにないかもしれないですけど、実際聞き込めば聞き込むほど味が増すアルバムですね。もう本当に、ね、あの1回目より2回目、2回目より3回目、3回目より10回目、10回目より20回目っていう感じで、もうどんどん味が増していくタイプのアルバムなので、正直今ではもうとても大好きなアルバムになってます。はっきり言ってね、名盤ですこれは。まあ、印象変わってないところで言うなら、まあ、その全体の雰囲気が、まあ、そのフレンズシリーズにしてはあまりこう冬っぽくないというか、まあ、大人っぽい音楽性っていうのはあるんですけど、まあ、1回目の感想の時も言った通り、ちょっとこうね、なんか春っていう季節にまあ一歩踏み込んでるような、そんな印象っていうのはまあ今でもそこは変わってないところですね。あと、まあその全体の印象としては、ね、その稲葉さんの歌詞がね、まあこの方その歌詞にね、韻を踏ませるのが、日本語で韻を踏ませるのがとても上手な方ですけど、まあ、今回フレンズ3に関してはどの曲もね、なんかかつてないぐらいにその韻の踏ませ方が気持ちいいなっていう印象ですね。何気にその韻を踏ませてる部分がその全体のグルーブに一役買ってるなっていう、なんかそんな印象なんですよね。まあ、あとはやっぱその全体のバンドのアンサンブルの気持ちよさですよね。やっぱりね、そのグルーヴ感といいますか、それはやっぱ聞き込めば聞き込むほど、どんどん気持ちよくなっていくっていう作りになってるので、まあ、これはね、まあ、こういう、まあ、グルーヴ感っていうのはやっぱこの一回聞いた感じだとなかなかね、感じ取れる部分じゃなかったりとかするので、どんどんやっぱ聞いていくうちに気持ちよくなっていくっていう感じだと思うので、でもそこはね、結構ちょっと、一つの聞きどころとして、聞き込んでほしいなって思うんですよね。で、楽曲単位で見ていきますと、まず1曲目、春の日ですね。いや、これですよ。これなんですよ。この曲なんですよ。この春の日なんですよ。ね、もう30秒ぐらいの短いギターインストのこの春の日。いや、この曲を聴いてね、私は改めて松本隆弘というギタリストの魅力を再確認しましたね。いや、だってこんなね、このもう歌メロ、まあ、これあの乱れ散る3曲目乱れ散るのね、 B メロのメロディーそのまま弾いてるだけの曲なんですよ、ギターでね。もう本当にあのこれといったアドリブもなく、ただただメロディーをなぞってるだけのギターの曲なんですけど、これがね、やっぱりね、このその、一流のギタリストならではのそのギターの その弦を弾いた瞬間のあの何とも言えない心地よさ、そこだけで勝負してる曲なのに、もう超名曲っていう、これがすごいんですよ。これがやっぱ一流の楽器演奏者じゃないとできないことなんですよ、これが。こんなもんだってね、その海外のねギタリストとかだったら、もうこんな音数減らす勇気ないっすよ絶対。
間にもっとなんか変なね、変なっつったらだけど、インプロビゼーションとかで絶対入れちゃう人がたくさんいるはずなんですけど、こういうのはやっぱ日本人ギタリストにしかできない、松本さんにしかできないことで、もうそれでこれだけシンプルな感じにして、もうこれだけ味わい深い曲を作れるというのはね、もうこれがもう侍の精神なわけですよ。居合の精神なわけですよ。これがもう本当にかっこいい。もう私はもうこういう表現者になりたいと心から思いますね。で、2曲目シーズンエンドという曲なんですけれども、まあこの曲はね、その歌物の曲としてはまあ1曲目っていうことになりますけど、まあそのイントロの入り方とかもとても綺麗だし、まあさっき言ったようにこの曲もその韻の踏み方がとても気持ちいいし、サビメロもね、そのビーズの曲にしては分かりやすい方ではないと思うんですけど、ただ非常に味わいが深くて、まあ癖になる感じのメロディーだなって思うんですよね。で、あとはまあギターソロですね。ギターソロがとても素晴らしい。後半にどんどんこう盛り上がっていく感じの構成がとても素晴らしいなって思う曲ですね。で、3曲目乱れ散るなんですけど、まあこれはね、最初1回目聴いた時にまあなんか、ビーズ流のなんか70年代歌謡曲的な曲だなみたいなことを言ったような記憶があるんですけど、まあその印象は、変わってないですね。なんでそう思ったのかって言ったら、多分ね、そのサビの入りのそのあんたっていうフレーズでしょうね。あんたのっていうの、あんたっていうのがなんか昭和っぽいなと思って、なんとなくそう思ったんだろうなと、世良政則さんっぽいなと思ってそう思ったんだろうなと思うんですけど、まあ、この曲はね、その今までのビーズの音楽性に一番近いタイプの曲っていうのもあるので、まあね、その全体を見た時にやっぱちょっとこう渋いっていうのがある中で、まあ、この曲はまあもしかしたら一番とっつきやすいのかもしれないなと思うので、まあ、あまりこうファンの人を置いてけぼりにしないための優しさなのかもしれないですよね。あとは何気にアウトロのあのね、ハイパーハイトーンシャウトが、ああいうシャウトをね、音源で聞かせてくれるのは何気にちょっと久しぶりなんじゃないかなと思ったんですけど、どうですかね。で、4曲目フレンズ3というね、タイトル曲ですよね。もうあの例のね、テレレレレレレですけど、この曲の印象はね、まあ1回目聞いた時とそんなに変わらないかな。まあ、オーボエでね、メロディーを奏でてくれる、ちょっとこう、春っぽい温かみを感じる曲で、まあ、これはこれで単体として全然いいと思うんですけど、これがそのね、4曲目に来てるっていうのはね、これに関してはね、まあ、最初もちょっとやっぱ思ったんだけど、まあ、多分、慣れたら多分この方がよく思うのかなって思ったんですけど、今はね、なんだかんだでやっぱこれ、ドア玉に持ってきてほしかったなっていう気持ちの方が強いかな。これに関してはもうほんと普通に今まで通り、もうフレンズのね、そのタイトル曲に関しては頭に持ってきてくれてよかったのかなと思うんですよね。まあもともとね、春の日がその乱れ散るの前に持ってくる予定だったっていうのがあるので、多分最初はね、フレンズ3は普通に1曲目っていう予定だったんじゃないかなと思うんですけど、まあいろいろこう考えた結果ここになったんだろうなと思うんですけどね。まあ普通にオープニングが良かったかなって個人的には思いますね。で、5曲目バタフライというね、曲なんですけれども、これもね、まあ1回目聞いた時と変わらないところで言うなら、やっぱりイントロのギターですね、アコギの音色がとても素晴らしいっていうところですね。あのね、あのギターに関しては多分長く愛せる部分なんじゃないかなって1回聞いた時も思ったんですけど、やっぱり未だに細かいですけど、そこだけ取っても僕はこのアルバムの一個のハイライトかなって思うぐらい、素晴らしい音を聞かせてくれてますね。まあでもこの曲もね、本当にね、独特のね、こう浮遊感のある感じのメロディー出すけど、非常に聞き込めるタイプの味わい深いタイプの曲ですよ。で、6曲目こんな時だけあなたが恋し、まあこの曲もそうですね。だから本当にどんどん聴くたびに良くなっていっているタイプの曲ですね。まあ最初から思っていたところとして、そのサビの入りの Where is my love? みたいな、あの謎のなんかこうアンニュイなコーラスがね、すごい印象的な曲ですけど、あれもまたちょっと癖になる感じがあるんですよね。で、印象変わったところとしては、やっぱね、またギターの話で申し訳ないですけど、オープニング、それから感想エンディングのあのギターのね、あのクリーントーンのリフですよ。リリ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 、あのね、滑らかな流れるようなギターの音色がとても素晴らしい。あれは、どんどん
聞き込むほどに味が増していっている部分だなと思いますね。で、7曲目最後ですね、グロー&グローという曲なんですけど、まあ一回聴いた時はこの曲が一番このフレンズ3の中では冬っぽい曲なんじゃないかなみたいなことを言いましたけど、まあその印象は変わらないですね。うん、やっぱりなんかサビのね入りのところとからはなんかすごい冬っぽい感じがするし、あとこの曲はね、そのなんといってもその最初の印象の時には気づかなかったところなんですけど、アウトロの素晴らしさですね。この曲のアウトロは本当にとても素晴らしいなと思いますね。なんかこうね、すごい希望に満ち溢れてる感じの、こう開放感のあるドラマチックなアウトロですよ。まさにフレンズシリーズの締めくくりにふさわしいなと思える素晴らしいアウトロだったと思うんですけど、欲を言うなら、このアウトロはね、もうあと1分ぐらい引っ張ってもよかったんじゃないかななんて思いますね。まあもともとね、ビーズはあまりこう長いタイプの曲ってあんまりなくてね、そのアウトロも結構早めにパツッと、切っちゃうタイプの曲が多いですけど、この曲に関してはね、本当に素晴らしいアウトロだなって思ったんで、あと1分ぐらいは、引っ張ってもよかったんじゃないかなと思うんですよね。そのぐらいやっぱね、こっちとしては余韻にもうちょっと浸りたかったかなっていうのは正直思ったところですね。で、あとね、すごい細かいところで言うなら、これもね、ビーズのね、細かいあるあるなんですけど、その曲が終わった後に、要はその、CD が終わる、その曲が終わってその次の曲に移る、そのね、この切る、なんつうの、あのタイミングがあるじゃないですか。あれって結構アーティスト側が調節できるところらしいんですけど、ビーズはね、結構ね、その切るの早いんですよね。曲が終わったらね、もう1秒2秒ぐらいですぐパッと切っちゃうパターンが多くて、このグロー&グローもそうなんですよ。曲が終わったらね、結構すぐパッと終わっても CD が止まっちゃうんですけど、すんげえ細かいんですけど、あと 2,3 秒待ってもいいんじゃないかなってたまに思う時があります。その世界からね、こう我に返る、あ、は、はっとこう、は、現実っていう、そのね、なんかそれがね、ちょっとあっけない感じに感じてしまう時がね、たまにあります。はい、ということで今回はフレンズ3をある程度聞き込んだ上での感想を語らせていただきましたけれども、まあ改めてね、フレンズ3ね、素晴らしいです。名盤です。これは本当に下手したらワンツーにも負けないぐらいのクオリティかもしれないですね。まあまだ飽きてないんで、なんとも言えないですけど、まあ、これからどこまで飽きずに聞き込めるかっていうところにもよるんですけど、まあやっぱりね、その稲葉さんのボーカル、松本さんのギター、それからバックバンドのね、全体のこのアンサンブルが非常に素晴らしいアルバムなので、これはね、まあやっぱそのネットのレビューなんかでも見ましたけど、こうあまりパンチが弱いっておっしゃってね、結構早い段階で聞くのやめちゃった方は、ちょっともうちょっと粘ってほしいかなっていう、もうちょっと聞き込んでいただければ、どんどん味が増していくタイプのアルバムだと思うので、ちょっとね、そこはね、一回ちょっとこうあれを乗り越えてほしいですね。一回あれを、ぜひともちょっと一回あれを乗り越えていただいたら、その先に多分素晴らしい未来が待ってるんじゃないかなと思うので、いやだから本当に改めて思うのはね、やっぱこういうのがあるから音楽は面白いなと。その一回聴いて、どうだろうなって思っても、何回も10回も20回も聴いてったらどんどん良さが増していくっていうね、そういう作品が非常に多いですからね。ビーズに関してはまあ割と分かりやすい音楽が多いので、こういうアルバムは逆に珍しいから、ちょっとね、たまにこういうのが入るとちょっとついていけないみたいなこともあるかもしれないですけど、ぜひともちょっともうちょっと粘って聞き込んでみてください。フレンズ3とても素晴らしいです。ということで、面白いヒゲメガネでした。